ただ八景店は、神奈川県横浜市金沢区泥亀一丁目にある、イオンリテール株式会社が運営する、大型商業施設である。ネットスーパー取扱店舗。国道16号沿線に存在する。建物は、鉄筋コンクリート造りで、地上5階、地下1階建て。大英グループの店舗の中で、最も証券が広く、道具街からも客が訪れる。 プランタンが開業の際、公開空地を設けて周りを遊歩道に、さらに、国道16号からの速道も拡張した。当初、ターゲットに絞っていた30代から40代のサラリーマン世帯だけでなく、高齢者や家族連れ等、顧客層の幅が広かったことが後に明らかとなったため、多様なニーズに合わせる幾度かの改装工事を行っている。1983年3月に、かつて、 この場所に存在した日本製功所横浜製作所が、道区の福浦に移転したため、三井不動産、日本製功所、三高都市開発が協力して、跡地を再開発することとなった。計画では、A 区と B 区の2つの区画に分け、A 区は、各ビルと専門店街の棟と駐車場の3つで構成される金沢八景ショッピングセンターを、B 区には、 全6棟で757個のマンションを建設するというものだった。計画発表後、各テナントとして、プランタンと大英が出店を名乗り出た。大英側の当初の計画では、地上8階、地下1階建ての各ビルに出店、プランタンは1階から4階を、大英は地下1階と5階から8階を使用。大英には、ホームワールドや屋上にエアロビクス教室、 ラケットボールコートを作り、地域密着型の店舗にする予定であった。しかし、商業集積の大きさから、地元商店街が強く反発し、当初見込んでいた、翌年の商業活動調整協議会への参上申請ができず、1985年秋の開業が絶望的となった。地元との調整を続けること6年、計画を大幅に見直した上で参上申請を、 行い1989年11月9日に横浜商工会議所で開かれた商業活動調整協議会での決心で出店了承を受けたため横浜に出店予定だった D マートアクア店と共に出店が決定したこの当時の開業予定日は1991年5月1日スーパーと百貨店の良さをミックスした日本初の試みの大型店が開業することが 明らかとなる。工事なども含めた、掃除業費は百二十億円、初年度売上見込みは百六十八億九千六百万円、売上目標は百二十七億円。大英が運営を行わず、大英とプランタン銀座の両社が九百八十四年に五十パーセントずつ出資して設立した、子会社ショッパーズプランタン横浜が言った。子会社であったものの大英が唯一。 自らが手を出さなかった店舗であった。1991年9月27日の午前9時30分に、ショッパーズプランタン横浜の佐々木社長と、同区在住の主婦がテープカットを行い、金沢八景プランタンが開業。開業時間までに500人が列を作った。当日の来店客は、正午には3万人、1日を通して12万人に上った。売り上げは、 2500万円を見込んでいたが1億3500万円と校長の出陣となった。開業当初の営業時間は午前10時から午後7時まで。年間120日に限っては午後7時30分までの営業が商業活動調整協議会で認められた。プランタン共通のパリの普段着の生活を提案するカジュアルデパートのコンセプトの他に、 パリの小域でオシャレ感覚を設定して30代から40代のサラリーマン世帯を対象にした商品構成を目指した。また、金沢八景には関東学院大学や横浜市立大学に通う学生が多いためパソコン等の情報機器、スポーツ用品、書籍の地域一番店を目指した。旧大英金沢八景店の島公園駅から見た旧大英金沢八景店。 1994年10月1日に、金沢八景プランタンから大英金沢八景店となり大英直営店となる。店番号は0613。これは、大英が忠実やユニード大英大那覇と合併する前に、ポスシステムによる集中管理に完全移行する方針であった関係で、当店を運営するショッパーズプランタン横浜をはじめとした大英ブランドを、 運営する子会社が政治対象となったためである。別会社が運営していたとはいえ、プランタンが大英に業態転換された初めての例となった。業態転換以前から売り上げなど調子は良かったため、転換後は大英でトップクラスに入る主力店舗となる。直営化された当時、売り場面積は日本全国のスーパーで15番目、大英内では7番目に大きかった。 2001年には大幅な改装工事を実施、ユニクロを初めて大英店内に導入するなどの効果もあって、売り上げ、利益は次第に伸びていった。ところが皮肉なことに、ユニクロ等、テナントの勢いが衰えると同時に、大英の売上高も並行して落ちていってしまった。これを重く見た、大英側は他店の改装を中断し、当店の食料品売り場に存在した。 寿司コーナーの調理場の移動などを2003年4月に行った上で改装をオープンした。さらに2006年には常実の通り当店の顧客層の幅が広かったことが明らかとなった。多様なニーズに応えるために直営の売り場面積を3割圧縮し医療品を中心としたテナントを招致し面積を1.5倍にしたり、食品では大英発の取り組みとなる。 パスタハンバーグドリア等を取り扱う洋食惣菜売り場ロイヤルクックを導入した。これらの改装の効果もあって当店の売り上げが持ち直し再度売り上げが上昇、現在も主力店の一員となっている。2016年3月1日より大英金沢八景店の運営が株式会社大英からイオンリテール株式会社に承継された。 同年3月14日まで同盟での営業となった。改装休業を経て、同年3月17日より、イオン金沢八景店に改称した。フードパークは地下1階に存在するフードコートで6つのテナントが営業している。内装は1950年代の映画のポスターが貼ってあったり、シーリングファンが設置されていたりと、アメリカンな雰囲気を漂わせるもので。 ショッパーズプラザ横須賀、イオン甲子園店、ハーバーランド店のフードワンダーランドや、北海道の清田店のフードコートと類似している。開業当初は面積が広く回転寿司店やディッパー団も存在した。しかし、2001年の改装工事で、フードパークの面積は縮小され、回転寿司店は閉店、ディッパー団は場所を移した。現在は大幅リニューアルされ、 当時の面影はない。味の街は3階に存在する飲食店街で6つのテナントが営業している。開業当時はパリのモンマルトルの雰囲気を演出していた。最盛期は現在のダイソーの場所まで飲食店街だった。6階には他の大栄には見られない展望台が設けられている。ここから海の公園や八景島を望むことができる。 当店の駐車場には様々な動物が表示されている。この統計は日経流通新聞及び日本経済新聞が調査して順位付けしたものである。プランタン時代は子会社に営業を委託していたため統計は掲載されていない。調査が最後まで続けられた2001年まで掲載する。2015年6月1日より大震東による 無料送迎バスの運行が開始された。レーディアント式ルートとカマリアルートの二つがあり、8時から17時まで運行されている。利用の条件として、大英行きのバス乗車の際は、大英のポイントカード、イオンカードの提示があること、帰りのバスに乗車の際は、大英化専門店のレシートの提示が必要となる。ありがとうございます。